ただいまご紹介に預かりました本田でございます。僕の碁は残言、あ、碁じゃないわ、将棋でございます。まあまあ僕は、王様なしで一度将棋をやってみたいなって思うんですけど、安心してやれるかね。王様があるためにこっちは苦労してるんですよ。そしたら角と飛車をしっかり守ってりゃいいんだからね。まあ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 それくらい程度もんすよ僕は。まあそのとこで増田名人が来て、お前本田お前の家はうまく歩を使ってるなと、そういう話があったんです。歩というものは素晴らしいもんだよと。歩というのは敵陣に行くと金になると。だから取られても相手はもう一度使うときには歩になると。そんな合理性のあるね、もうそういったものはないと。これをうまく使うやつが名人だってこう言ったんだ。その彼が三段をくれるって。お前三段をくれてやるって。そりゃいいな、大丈夫か、やるって。まあその代わり一つ条件があるって。絶対に他人とやらんっていう。回るかけって言うんです。